ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。この光の航路なんですけど、一回中断しちゃうとね、この光の航路がね、なくなってて、この道に沿って行ってもダメなんで、もう一回やり直さないとダメですね。時間経過で消えてしまうらしいです。よしよし。取り直しです、これ。よし、これでいいのかな。行きまーす。これビビるだろうな。目の前が岩だよ。絶対嫌だよね。これ突っ切りましょうって嫌だよね。行くの？本当に行くの？嫌だ。うわー、やばい。けどさーっとね抜けるんですよね、ここね。おー、すげー。しかもちょうどこの船が通れるくらいの広さっていうのもまた渋いですよね。渋いね、渋いね。シブリンだね。大草原、綺麗。ちょうどいい感じの入り江になってることをまた地形的に。一回プレイするからね、自分はね。って笑えるけど。えってなったでしょうね、食券さんは。なんで影あって上見たのに。あ、これ来れないんだっけ？あ、そうだ。来れないんだったな。あの、大陸が繋がってないから、本大陸じゃないとダメなんだよね。おー、なんかすげえ。強そうなワニが。ここら辺の敵も強そうだな。あ、そうそう。ゲルダなんですけど、レベル33がデフォルトでしたね。平均レベルとかじゃなかったです。33がデフォルトらしいです。で、ちょっとね、強くしてみたんだけれども、てか、その、狙ってさ、スキルさ、ゲルダさ、アウトロー攻めに行ったじゃないですか。あ、動画内でやったよね。やってなかったあれだけど、アウトロー攻めたんですけどね。あ、でも、忍び走りがあんのか。それは確かにいいかもしんないな。ん？そう。追加でよくアイテムを入手する。ゴールド多く入手する。ここら辺のね、効果がいまいちわかんないっすね。ゴールドは増えてるのわかるけど、なんかそんなに増えてないっす。10% か 20% かってとこじゃないのかな。追加でよくアイテムを入手するっていうのはね、いまいちよくわかんないっすね。残念だけど。おっと、これは、もうしょうがないのか。まあ、ちょっと戦ってみましょうか。そんなでもない感じかな。あ、これやばいやつですね。これやばいやつですね。これやばいぞ。あ、オッケー、スライム倒したのはラッキー。すごい時間かかるから。え、強い。何？ベホマーラグループじゃねえのかよ。お前らグループじゃねえだろ。ずるいぞ。まあいいけどさ。やばいな、ここら辺の敵強いね。イオナズン一回で倒せないんだから相当強いよね。ヒットポイントが200近くあるってことでしょ。激しいな。おっと。忍び走りっていうのちょっと使ってみようか。この、あ、全然、あれじゃん、反応すんじゃん。近すぎなければってことなのかな？あ、逃げれない。あー、じゃあ平均レベルかなり低いんだな。ちょっと上げてもいいかもしんないな。お尻！逃げまーす。逃げれるときは逃げます。ちょっとコメント一つ読みたいんだけど、読む余裕がない。ここは一回止まって読もう。ゆかさんからのコメントです。かゆさんだったらごめんなさい。
ドラクエに見せられるもの、私にもなんだかわかる気がします。子供の頃から母親がプレイしてきたのを見てきて、8でついに自分でプレイしたのですが、ドラクエは今も昔も変わらずいい夢と言いますか、ありそうでないファンタジーと言いますか、年を取ってからもう一度プレイしてもまた味があると言いますか、とにかく大好きですというコメントをいただきました。うん、そういう話をした時があったんだけれども、本当に自分が言いたいことをねコメントで綺麗にまとめてくださったコメントでした。本当にありそうでない物語なんですよね。そう、なんかありそうな感じしませんか？うん、夢見すぎなのかな。本当になんか頑張れば石丸さんに会えそうな、そんな気がするんだけどね。自分としては。ちょっと夢見すぎっすかね。あれ？ここじゃないのが、あっちか。オッケーオッケー。あ、これゼンマイかもしれない。違うかな。本当にドラクエは好きですね。いいですね、ドラクエは。何なんだろうな。10やってないから何とも言えないけど、でも10ちょっとやっぱ不評じゃないですか、オンラインになっちゃったから。11もオンラインなんですかね、どうなんでしょうね。なんか11の話が出たけども、行くべきはこっちか。こっちに村がありますね。11がこういう8的な感じだと嬉しいんですけどね。9とかね。それだったら嬉しいんだけどな。このさ、ワニマジ強そうじゃない？やばいよな。おー、でも忍び橋の効果確かにあるかも。あんだけそばでも反応しなかったもんね。よし、でもとりあえず着きましたね。ここ入ると、だいぶ錬金が進むんで、ありがたい。そうそう、このフォークからもね、卒業できるというか、もうほとんど動画内ではフォーク使ってないんだけどさ。ずっと鉄の槍だったからね。探索は裏でやることにします。ここはどうすんだったっけな。とりあえず村長さんの話を聞きに行くのが、まあ大体筋ですよね。本筋というか。外れないというか。どうも。ん？なんだ？あんたは見たところよそもんのようだが。ほほう。レティスについて聞きたいとな？それは良い心がけじゃ。伝説によればレティスはこの世界と異世界とを行き来する力を持っておったというな。この力はただレティスのみが持つことを許された特別な力だということじゃ。だがある時異世界の邪悪な存在がこの世界を狙って二つの世界をつなぐ巨大な門を生み出したそうじゃ。レティスはこの企みを阻止するため異世界へと旅立ち、自らの力を振り絞り開かれた門を閉ざしたのじゃ。ちょっと読むの疲れました。すいません。力を使いすぎたレティスは、己の影の実を世界に残し、世界より戻らなかったと。レティスの力を完全に失うとわけではなくて、稀にあの影が異世界の破れ目を作るという話もある。破れ目というのがどういうものかわしも知らないけど、そいつに入ると異世界は喜んでしまうんだって。レティスの後を追ったりして破れ目に入り込んだりせんよう気をつけないといけないね、ということになりました。と言ってますね。はい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 。レティスが飛び回るせいで魔物が暴れるのか。なるほどね。影しか見えない。そう、影ね。さっき見えたね。なんか、大きな鳥の影。そういうことなんですよ。あれ、レティスなんですよ。でもね、異世界の方のレティスの影が、なんか現世にも映っちゃってて、その現世、そのせいでなのかな？魔物たちが暴れ回っちゃうのかな？そういうことなんですかね。とりあえず、タダで寝れるっていうのはありがたい。金は使いたくない。極力。多分ね、もう少し情報を聞かないと話が進められないと思うんですよね。フラグ立つのかな？それとも。これもう立ってんのかな？このパートは、うん。ここで終えたいんだよね。ちょっと先に武器防具とかを揃えたいんだけど、これ武器防具の店ねえな、よく見たら。あれ、ここじゃなかったっけ？あ、違うかな。自分が行きたかったのここじゃないかもしれないですね。
あ、出た、この金のスライム。ところどこに置かれてるけど、何なんでしょうね、本当に。いや？嵐？なんかちっちゃい子多いですね、ここね。託児所？託児所？みんな不思議な服着てるけど、やっぱりそうなんだね。以前この島に住む私たちでさえ滅多に見られなかったのに、最近よく現れるらしい。やっぱり何かがあるんでしょうね。現れる理由がね。ここはなんだ？お、女にしか装備できねえ盾なんてもんがあるらしい。聖女の盾、ミラーシールドとホワイトシールドと聖水でできるよと。さあ、このレシピはありがたいですね。今女性二人入ってますからね。えってして女性は防具が弱いからね。長老の家には島の外から流れ着いた暑苦しい服の人が住んでるんだけど、あの人何なのかしら。ああ、あれか、神父さんのことかな、これはね。まあ、もともとここに住んでいた人たちは全然わからなくもないけど、ここにどうやって旅の人たちは来たのかっていうのは気になるよね。光の海図で自分たちは来たわけじゃないですか。お？さっきあんたの連れてる馬を見たけど、あんな白くて綺麗な馬、俺は初めて見ただよ。そうだ、あの馬オラに譲らねべか。代わりにこっちの馬2頭をくれてやるだよ。No。 やっぱりダメだか。そりゃああんただってあんな綺麗な馬手放したかねえだな。仕方ねべ。すげえな、こんなにこうなんていうのかな、なまらせるっていうのかな、これすごいよな。仕方ねべとか言えないよね。やっぱ演技すげえよな。もうプロだからすげえとか言っちゃ失礼なんだろうけど、恐ろしいな。やっぱ訓練とかするんだろうな。何度も何度も読むんだろうね、実際に声出して。我らが崇めるレティスはこの世界とは異なる別の世界に実体を持っている。だから影しか見れないんだと。大層美しいらしい。え、なるほど。見る機会もあるでしょうね。こんだけレティスレティス言ってんだからね、当然見る機会はあるでしょうね。いまいちね、パッと出てこないんだよね。最近動きが、魔物の動きが活発。いつでも使えるように弓の手入れは欠かせない。その弓は売ってくれないのかな。武器と防具の店がないんですよね、ここ。道具の店しかないんですよ。よろずやか。でも、あ、でも結構売ってますね。